伊佐さん、今日も暑くなりそうですよ。お母さん、早くご飯にしてください。交渉へ行って、今日もたくさんの機銃弾を作るんだ。これは100年ほど前の豊橋市南部の風景です。高芝原、天白原と呼ばれ、日本陸軍の兵士たちはここで戦争で戦う訓練をしていました。その高芝原の西の端にあたるのが現在の高芝緑地です。豊橋は1885年、明治18年、日本陸軍の軍隊、歩兵第18連隊が置かれ、軍の都、軍都と言われていました。現在の市役所や豊橋公園の一帯は、軍の施設があったところで、今も当時の正門が残されています。正門の前には見張りの兵隊が立つ立正社と呼ばれた建物が当時のまま残っています。そしてこの豊橋から数多くの兵士たちが戦地へ送られていきました。1931年に始まった日中戦争は泥沼化して長引き、日本は東南アジアまで戦線を拡大。ついに1941年、アメリカと戦争を始め、太平洋戦争に突入します。この戦争は国を挙げての総力戦で、何よりも戦争が優先されました。軍需物資の生産がまず第一で、国民の暮らしのことは後回し。生活に必要なものさえ不足するようになっていったのです。